栄光街道の8歳の双子でございます。角野さんはよく食べ、よく笑う。うわ、大好き。私たちは88歳のカラフルな魔女の秘密を紐解いてみることにした。老人なんだけど、そのつもりじゃないっていうのはおかしいわね。自分の体に気持ちがいいもの、それが基準。皆さんこんにちは。一生書くことは続けていこうと。で、それが魔法だって。だから誰にでも魔法一つだけはある。カラフルな魔女、角野栄子の物語が生まれる暮らし。それに合わなかったらこういう本を書かなかったと思う。